はい、101日目のドラム練習です。おはようございます。僕は最終的にツインペダルでこうどこどこできるドラマーになりたくて、でまあ1年後にできればスリップノットを叩きたいなっていう目標でやってるんですけども、最近はイージーラバーの特訓をやってたので、左足を全然鍛えてなかったんですね。このツインペダルのどこどこ全然やってなくて、なので講師の原翔さんが左足の感覚を強化するメニューを少しだけ組んでくれました。で、何をやるのかってことなんですけど、まあ、今イージーラバーやってるんで、イージーラバーに合わせながら通常のフレーズを左足でやっていくっていう感じですね。リズム&フィルっていう練習をいつも5分間だけやってて、基本パターンプラスタム回しで16部フレーズ、また基本パターンっていうのをやってるんですけど、それを左足に変えるっていう練習を、組んでもらいました。で、これが非常に難しくて、昨日ちょっとやったんですけど全然慣れないですねで、左足単体でトトトトトって踏む分にはそこそこのスピードで踏めるんですけど、やっぱり正確に踏むってなると、まあ、大変だなということで練習していきます。で、イージーラバーのスピード 90% に合わせてやっていきます。左足むずできないはい、というわけで101日目のドラム練習でした。いや、左足難しいですね、本当に。でもね、左足もちゃんと動かないとどこどこは綺麗に踏めないはずなので、ちょっと頑張らなきゃいけないですね。で、今日左足で踏んで感じたことなんですけど、最初あんまり気にせずにやってたんですね。なんか難しいなーってぼんやり考えてたんですけど、なんか途中でそういえば右足と感覚違うなーって思い始めて、まあ、当たり前の話なんですけど、まあ、右足じゃないじゃないですか。で、右足の方がやりやすくて、で、やりやすい方どんな動きしてるんだろうと思ってこう見てみたりして、あ、こういう感じか、あ、左足と右足で動き方が違うなとか、左足の方が硬いなっていうのを感じて、まあ、だからといってすぐに修正できたわけじゃないんですけど、そうやってこう右足と手でも、まあ、右手こうなんか腕汗だくだな、どんだけ汗かいてんだよ右足を先生にして左手を鍛えていくっていうことを原翔さんからも言われてて、ちょっと途中まで忘れてたんですけど、まあ、これは大事なことだなと思いました。ちょっと明日以降また意識して頑張っていこうと思います。いや、汗かきすぎだろ、すげえな。では今日もありがとうございました。明日もまたよろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。